じゃあコロポ野村へ移動。雲仙ありがとうを言いたいの。見回りのルートに豆を並べて、おさ様の代わりに見守りできた。豆を並べなくても見守りしているおさ様、本当にすごい。だけど少し問題が起きた。ほう、問題。せっかくな、やっぱり豆が鳥に食べられてしまった。でもこれからおさ様のために見回り続けたい。だから豆の代わりになるものを探してるの。石？石がいいんじゃないの、やっぱ。なるほど、それがいいと思う。よく目立つようにキラキラしたガラスの石がいい。おう、お願い。ガラスの石か。ありがとう、これで迷子にならなくなると思う。まあガラスの石も確か加工せずにそのままあったと思うので、セットしていきましょう。さあ、じゃあ収めてきましたんで、コロポの村へ移動しましょう。さあ、これでちゃんと見守りできるから。お、クサポン、雲仙助けてほしい。なんでしょう、今度は何。実はおさ様の真似して野生の動物に声かけてみたん。ほう。でも野生の動物はじっとしててくれないの。どうすれば動物たちと仲良くできるか教えてほしい。勇気を出しおもちゃを作って、まあこれはおもちゃでしょうね。おもちゃはどう。それがいいと思う。いろんな素材があればおもちゃを作れる。だけどコロポンはそんなものを持ってない。雲仙、おもちゃの材料を持ってきてほしい。それは木材ですか。ありがとう、これで野生の動物と仲良くなれる。何が必要なんでしょう、葉っぱかな。じゃ、何が必要なんだ。あ、いっぱいある。羊の毛と、しなやかな木材。あ、この三つか。で、しっかりとした糸か。しっかりとした糸なかったような気がするな。まあ、それもちゃんと準備していきましょう。さ、じゃあ、ちゃんとありましたんで、全部納品していきましょう。このアニメーションがちょっと時間食ってしまいますね、逆に。まあいいけど。で、これ全部納品したので。コロポンダンスっていう項目は結構残ってきましたけど、大丈夫かな、最後の方。さ、じゃあどんどん依頼を攻略していきましょう。連れて行ってもらう。コロポンの村。いや、クサポンは一回で終わるといいな。雲仙、感謝してるん。おもちゃを使って動物たちを触れ合ってきたん。おもちゃなしで触れ合ったおささまは本当にすごい。だけどちょっと困ってる。動物と仲良くなりすぎて。おう。ベロベロ舐められてよだれだらけになったの。これからも続けるけど、よだれだらけはぬるぬる。草で拭けばいい。多分布でしょうけど、めんどくさいんで草でいいかな。それがいい。草で拭いたら綺麗になる。でも草で拭いたら草が散らばってゴミになる。自分が草なのに。布で拭けば、あ、消えてくんですね、選択肢。雲仙、物知るなの。おう。よだれを拭く布があれば動物たちを触れられる。お願いなの、布を持ってよし、写真。ああ、舌が回らなくなってきた。ありがとう、これで舐められてもすっきりになの。ほーん、じゃあ布を持っていくんですね、次は。多分普通の布っていうやつがあったはずなんで、それを納品すればいいはずですね。さ、じゃあ布を持ってきましたんで納品していきましょう。
いやー、これ、結構いいもの。あ、え？しっかりした布の方、準備したってたのに、ちょっとショックだな。そう、今度はちゃんと布を持ってきたんでね。布でよかったんじゃないかなと思うけど。そう。じゃあこの流れできたら、マネポン、クサポンと、順々に、2回ずつの、クエストをクリアしてやっていくっていう感じですね。結構、大変なイベントですね。1グルミもらうだけでも。さあ、連れてってもらう、コロポの村へ移住。移住じゃないけどね。移動だ。お、今度はイヤホンか。みんな、オサ様のお手伝いを始めたん。でも、出遅れてしまったん。もうやることが残ってないけど、何かやりたいん。オサ様のために何をしてあげたらいいん。笑顔だけ。まあ、笑顔だけでも十分じゃない。もう、笑顔は得意と思う。でも、もっとちゃんと役に立ちたい。じゃあみんな応援しましょう。うん、みんなを応援するん。そうだった、オサ様もみんなを応援していた。本当か。それじゃあ花を配ってみんなを応援する。ほう、でも花を持ってない。雲仙、花を持ってきてほしい。あ、花か。ありがとう。早くみんなを花で応援したい。花ですか。ちょっと準備が大変だな。じゃあちょっと牧場のものって何の花が必要なのかまた探りに行きましょう。今度は花屋さんで買えばいいかな。録画止めてたの忘れてた。じゃあ普通に生えてるやつか。ムーンドロップ、ピンクキャット、ムーン、なんとか、なんとか。あれあるかな、そのムーンドロップ、ピンクキャット。まあ最終的にオサポンから買えばいいかっていう気にもなりますけどね。まず花屋さんにないと思うんでね。あったっけこれ。おじいちゃんありますか？アイテムを買う。うん、なさそう。まあ最終的にオサポンの力を借りるのかな。さ、オサポンに、あ、やっぱりあるね。マジックブルー。結局はオサポンの力を借りてるっていうことになってますね。ついでに、この前もらえなかったものをもらって。いやー、結局オサポンの力を借りてしまいましたね。じゃあ、イワポンの納品。ついでに、原木も納品するか。ラルフの簡単な依頼ですね。まあ、偶然持っててよかったねっていう感じですけど。じゃあ、花もちゃんと納品したんで、イガポンのね、依頼を見ていきましょうか。あれ？花？雲仙探してたん？ん？コロポンに花をあげるとみんな幸せに、あ、みんなに配ってたんだ。花がなくてもみんな幸せにしてた。おさ、様、本当にすごい。ここまで来たらもっとみんなを幸せにしたい。欲張りですね。もっともっと花の香りでいっぱい、あ、花の香り。香水があればいいかも。なるほど、香水ですか。香水、それがいいかも。花の香りの香水があれば、みんなもっと幸せになれる。ね、花の香水か。ありがとう、これで花の香りでいっぱいになる。そうか。フローラルな香水。
液があれば確か香水ができるんですよね。一つじゃフローラルエッセンスだけじゃ足りないね。一つで足りたっけ。この際植えてあるやつでいいや。パンジーを二つ、いや四つするか。お、九。あ、いいパンジーが置いてあるんだね。で、フローラルなのか、ジャムメーカーじゃなくて、エッセンスメーカー、これだね。二つか。四時間しかも。ついでに一つで作れないか、ちょっと見に行くかな。さあ、じゃあおじいちゃん作れますかって感じですけど。香水を作る。ああ、三つ必要ね、やっぱり。いやーもう次の日だな、これは。確かお店5時までだからね。6時まで。4時間全然足りないな。これはもう次の日ですな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。